外国人が日本で働きたいと思って会社に来たら、その人たちに一番大切なこと、求めることはどんなことですかという質問をしました。中野さんは日本語が必要ですが、日本語だけではなく、同僚とのコミュニケーションと、その仕事で必要な技術を持って